ああ2センチ下、はいはいはい、お腹好きやね、ゴロゴロ言って、ひーちゃんもなでなでされるのを待ってるし、クロも実は待ってます。見てこれ、なんかね、ちょっとどかすんだけどどうなってるこれ、え、なんかゴミ挟まってるし、あ、またゴミ入ってる、あ、ねえ、やったひーちゃん、どこ入ってんのよ、めっちゃ目合ってる、ひーちゃんどうしたの、そこ入って、さっきもあなたお腹でーんって出してたよ、可愛かったけど、
なんか庭園だったね。これ降りてるし。かわいいね、ひっちゃん。狭いとこだし、冷たいのかな、多分ここが。びっくりしたよ、なんか足が放り投げてあって。かわいいね、ひっちゃん。よかったね。いい場所見つけたね。じゃあ、それでは。お母さんも挑戦する？いや、なんか、クロに。あ、そうだ、はい、クロ。2歳の誕生日おめでとう。そしてはい、これキーくん、キーくんも1歳の誕生日おめでとう。本当に早い。本当だよね。そして土曜のおしぎしなのでうなぎを食べている家族でございます。うなぎ美味しい、めちゃくちゃ。やったね。なんか美味しく、その冷凍うなぎを食べるコツみたいなのを。いや、それ今お母さんがね、お酒入れたりとかして、ふっくらさせて、そうだよ、入れてくれたから。でもね、すごい頑張ったの、あの、かけ、頑張ったの、あの、うん、日本のうなぎなの、うん、頑張ったの。あ、ち、あの、さ、パックの値段見てびっくりしちゃった。そうだよ、和歌山のうなぎ。うん、もう、かけドキドキした、うん、買うのに。めっちゃ美味しい、本当に美味しい。うん、びっくりしちゃった。言わなかったけど。内心びっくりした。ねえ。びっくりした。本当に、10分ぐらい悩んでたんだから。うん、毎回そうじゃない、うん、ほら。してるの、さっきから。やっぱ結構これいけるな。うん、このタコのね、唐揚げ美味しいよね。カニさんもね、美味しい。カリカリして。私はでも、どっちをって言われたら、そっち、タコうわ、いけます。うん。